皆さんこんばんは。はい、今日も楽しく流星ラジオを行っていきます。流星ラジオもう2月にスタートして、うん、今日が4月の6日、3ヶ月経ちましたけどね。まあだいぶもう暗くなってまいりましたけどもね。うん、実はひとみちゃん今日は3回目のワクチンを接種。そうなんです。やってきた。ちょっと副反応心配ですけど大丈夫ですか？全然大丈夫、うん、熱出てない？ますます元気になってます。ますます元気なんか違うもの売ってないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？違うものかしら。私のだけ違ったのかな。そうかもしれませんけど ね。でも良かったですね、はい、何もなくてね。何もなくて良かったです、はい。僕はね毎日神楽坂の駅の近くのセブンイレブンで新聞を買うんですよ。お、はい。買う新聞は決まっておりました。デイリースポーツ、こちらでございます。昨日阪神タイガースやっと勝ちました。やっと勝ちましたね。なかなか勝たなかったんです。そこでピンポンと押さないと。あ、ピンポン、はい、あ、できました上手にね。ね、お店のネジの人も阪神ファンの人が多くて元気なかったですけど、やっと勝ちましたねなんて喜んでましたけどね。まだまだ ね先は長いので、阪神タイガースに頑張ってほしいということで、江中ひとみちゃんがなんとタイガースのためにエールを送る、こちら六甲おろし、こちらがね、5月2日か、ね、発売になりますので、発売になります。これはタイガースの成績がね、ひとみちゃんのこの歌のヒットにつながってきますので、頑張ってほしいですよね。頑張ってほしいですね、はい。ひとみちゃん、はい、どっかポイントになると思いますか、今後はタイガース。タイガースポイントですか、はい、やっぱり打つことですね。打つこと、はい、どんな変化球でも、カーブでも打つこと、はい、いいこと言いますね。素晴らしい。バッティングコーチしたいですね。それで打てるんだったらね、本当に野球簡単だなと思いますけども。はい、今日も鳥越神社斜め前、あずり放送局からお届けしてまいります、はい。こちらあずりはですね、日本一尖った放送局ということで、何をやってもいい、ただしやっちゃいけないことが一つだけあります、はい。なんだかご存知ですか？こちらコロナ対策、ね。ああ、惜しいな。乳首を出しちゃいけないよ。正解でした。はい、じゃあ、この番組のね、はい、鳥越あずりはいかに素晴らしいか、ひとみちゃんからご説明いただきましょう。はい、こちらでございます。コロナ対策について。演者スタッフの検温を必ず行っています。換気50分に1回行っております、はい。番組入れ替え時、スタジオ内すべて消毒しております。大変ですよ ね。もう消毒がね、広いですから、スタジオが ね、 広いですからね。サッカー場ぐらいありますからね。あと除菌機器を導入しています。鳥越あずり FM のスタジオは窓があります。ありますね、窓がね。救急車両のサイレン、うん、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点もあるかと思いますが、ご理解ください。そのなんか臨場感があっていいですよね。いいですね。救急車に迎えに来られないように。そうですね、はい、頑張りましょう、はい。さあ、まだまだワクチンの副反応出てないようですね。そうです、はい、元気元気元気、はい。そして、鳥越あずり放送局ではこの番組が好きという方にね、朗報でございます。応援する、会というのがあります。はい、こちらをね、入会していて、いただいて、まあ、放送自体をね盛り上げていただきたい。詳しくは鳥越あずり FM のホームページご覧いただいてお申し込みください。そして、この放送は収録のように見えるかもしれないんですけど、実は生放送、生放送なんです。生放送なので今日あったこと言えるんですよね、ひとみちゃん。そうなんですね、はい。今日何があったか分かります？今日何があったか、何があったんでしょうね。じゃあ今日お昼何食べました？今日はですね、パスタ。パスタね、これだけで生ってわかるでしょ。どこが分かってんだって感じですけどもね。生放送なので、皆様が鳥越あずり FM のツイッター、公式ツイッターにダイレクトメッセージを送ると、番組中に、はい、こちらで読み上げさせていただきたいと思います、はい。ぜひね、たくさんのメッセージを送っていただきたいですよね。そうですね、うん。番組のご質問とかはこちら、はい、アットマーク AZPANEM、 こちらに。ちょっと違ってる気持ちですかね。はい、はい、こちらに。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、はい、こちらにどうぞ。鳥越あずり FM でね、検索していただければ一発出ますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待ちしております。お待ちしてます。じゃあここでひとみちゃんの曲を1曲、はい、お届けしたいと思いますけど、はい、何いきましょう。何いきましょう。何がいいですか、ひとみちゃん好きな色って何色？水色。水色ですよね、はい、何だって水色ですよ。そうですね、はい、はい。安倍静香さんも歌ってましたもんね、はい、水色の手紙とかね。はい、じゃあ水色の自転車に乗ってどうぞ。
いただいてありがとうございます。水色の服を着たゲストの方をお迎えしております、はいはい、美少女、はい、いやもうキュンキュンしてますね、ひとみさんそれポンと押さないとパーン、とても綺麗な、ね、世界が注目しておりますけどもね、じゃあひとみちゃん念のためご紹介ください、はいはい、世界が魅了してしまった。世界が魅了してしまった。はい。盛りたかった千里さん。はい、ようこそ。盛りたかった千里です。よろしくお願いいたします。盛りたかった千里さんは、なりきりアイドル。そうです。盛りたかった千里さんのなりきりアイドルをさせていただいております。な、はい、りきっちゃうわけですね。なりきってます。そっくりですよね。じゃあもう今、脳の中は盛りたかった千里になってるわけですね。なってます。なってるんですね。はい。なので、こう、気分爽快つけさせていただいて。はい。はい、ちょっとこれ皆さんね、ご覧の方気になると思いますけど、これはタスキですよね。これはなんかおまじないというかお守りみたいな感じなんですか。そうです、はい、あのこれですね、前回あの4月の3日に、うん、あの名古屋であの森高千里さんのコンサートがありまして、うん、はい、行きたかったですね、はいはい、でそのコンサートにあのコンサートの後にあの森高千里ラブグループさんのオフ会に呼んでいただいて、その時にあの幹事さんからいただいたものです。これはじゃあすごいものですね。はい、すごいものです。すごい、やったー、素晴らしい。本家のファンにも認められてるってことですよね。そうですね、どんどんこう真似してくださいっていうか、歌ってくださいって。そうですね、その一番その本当にガチの森高千里さんのもう30年来のファンの方がこうたくさん集まってるグループなので、その前で歌わせていただくのが、すごくあのどういう風に受け止められるのかなってちょっと不安なところもあったんです。それ怖いですよね。そうですよね。そうですよね。生半可な気持ちだとね、怒られちゃいますもんね。でもそのコアな不安がもうみんな認めたということですよね。このタスキを贈呈するってことはね。そうですね、あの
この後も、うん、森高千里さんのなりきりアイドルとして活動しても大丈夫でしょうかって聞きましたら、うん、もう大丈夫ですっておっしゃっていただきました。わー、よかった、めちゃめちゃ嬉しいです。じゃあもう本当認めてくださって、これからもどんどん歌ってくださいっていう感じですもんね。はい、ありがとうございます。素晴らしい、すごく嬉しかったです。嬉しいですよね。はい、じゃあ盛りたかった千里さんのファンの方もあったかい方が多いですね。もう本当そうです。皆さん紳士で、その名古屋にいる時もですね、いろいろと本当にお気遣いをいただいて、ずっとエスコートもしてくださって、はい、で一緒に盛りたか千里さんのコンサートも隣で見させていただいて、でその後そのオフ会の会場までも車で送ってくださって、で歌わせていただいて、もう会場にいた人びっくりしたんじゃないですかね。森高が会場にいるよみたいなね。そうですね。はい、でも本人もびっくりしたんじゃないですか、なんかね、私がいるみたいな、ね、お会いしましたか。そんなことない、そんなことないです。本当目が合いました。ですね、うん、会いました。会いました。なんか訴えてました。千里さんは。千里さんは、はい、どうですかね。ちょっと私の姿が見えたかどうかはわからないんですけれど、うん、でも一緒にこう T シャツを持ってアピールさせていただきました。うん、盛りたかった千里さんのまあなりきる。モノマネみたいにするわけですよね。いや、モノマネではなくて、はい、本当になりきりアイドル。なりきる。はい。なので、うん、モノマネだとね、なんて言うんでしょうか、ちょっと。モノマネとはまたちょっと違う、ね。そうですね。はい。モノマネ。でも振りとかでも同じようにするわけですよね。あ、はい。そこはもう全部頑張って、完コピをさせていただいてます。それは何か自分の中にこうスイッチがあるんですか、こうなりきるスイッチみたいな、こう本来の自分と盛りたかった、はい、盛りたか千里になるこうなんですかね、はい、きっかけというか。そうですね、まずこの衣装、はい、衣装をまず着て、はい、で、はい、でもう着たらですね、うん、もう誰が何と言おうと盛りたか千里さんになりきって、うん、でまあ、見てくださった方が楽しんでいただいたりとか、笑顔になっていただいたりとか、そういう風になればいいなと思って頑張って、うん、はい、やらせていただいてます。はい、素晴らしいですね。やっぱりステージを見てても森高千里さんそのまんまですもんね。本当にありがとうございます。本当振りとかもですし、いやいや、全然です、声も似てますよ。いや、ね、似てる。自分はそのなんていうんですかね、盛りたかった千里さんしか知らないんですよね。盛りたかった千里さんをまあ名前は存じ上げてるんですけど、あまり知らないので、だからどっちかっていうと向こうが真似てんじゃないかなっていうぐらい僕の中ではこちらが本家。いやいや、もうそんなこと、南雲社長、盛りたか千里さんがいてです。はい、てのことなんですね。じゃあ江中ひとみちゃんもね、江中ひとみのなりきりアイドルみたいなのが出てくるといいですよね。でも皆さんも募集したらどうですか。そうです、私のなりきりみたいな方いませんかみたいな。そうですね、今日会場にお越しくださった方をお願いします。なりきりにね、なりきり。そうですね、でもひとみさんの歌はもう皆さんがこうカバーして歌ってらっしゃるので、それはもう天然のとぼけたところとかね、この辺が真似るのが難しいかと思うんですよね。そこは多分誰も真似できない。とぼけたところは本当にこの素でやって作ってるんですよねって。ひとみさんでも意外になんかあれなんですよ、資格いっぱい持ってるね。原産期、いや普通です。で、あとその番手段、手段が5級なんです。まあ、どちらもちょっと中途半端なんですけどね、英検3級、手段5級っていうのが、まあ、手段5級だったら足し算ぐらいはできるだろうって普通は思うんですけど、3たす2たす1って分かりますか、森高さん。分かりますね。分かりますか、はい、ひとみちゃんそれ5って言ってますからね。いや、でもそれは素晴らしいと思います。うん、はい、それはなんかひらめいたんでしょうね、きっとね。そうですね、なんか、うん、ごと言いなさいっていう天の声が聞こえました。それはいいと思います。
森高った千里さんのことは何て呼んだらよいですか。千里さん、千里さん、はい、あのいつもですね、はい、ライブでは、うん、あの千里の道も一歩から千里と呼んでくださいとお願いをしております、はい、なのであのファンの方は千里と呼んでいただいて、千里さんということで、はい、区別するわけですね。はい、千里さんじゃね。千里さん、千里さんでお願いします。千里さんに今日はね、メール、メッセージが届いておりますので、じゃあひとみちゃんご紹介ください。はい。ラジオネーム、ジロキチおじちゃんです。ジロキチおじさん、ありがとうございます。美脚のひとみ、千里さん、イケメンテニスプレイヤーの南雲さん。いい人ですね。いい人ですね。春らしくなってきますが、春ならではの楽しみ方ってあったら教えてくださいということです。春ならでは の楽しみ方、はい、夏でも冬でもできない、はい、春にしかできないような、そうですね、一個ありますね、まあ、ありますか、はい、はい、やっぱりお花見です。あ、はい、やったー、やっぱり桜は ねあのもう春しか見れませんので、うん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 、でね、やっぱり桜ってこうすごく好きな理由の一つが、やっぱこう刹那的じゃないですか、はいはいはい、ね、その期間だけで、うん、でまあ本当気候によっては咲いてすぐ散っちゃうこともありますし、うんうんうん、で1年に1回しか見れないので、なんかそういうのもすごい好きなので必ずお花見はしてます。じゃあされました、しました、はい、はい、どこを行かれましたか。もう今日ちょっと今回はあの、はい、ちょっとライブが結構重なって忙しかったので、うん、今回は本当のお家の近くです。長尾さんはされましたか、うん、はい、そう、社長されてますか。特にはしないですけど、なんか歩いてて見かけるぐらいですかね。まあお忙しいですからね、二人はね。性格的に桜ってまあ何ですかね、目線よりもちょっと高いところに咲きますよね。はい、でいつも大体こううつむいて歩いてるんですよ、僕は。下向いてね、だから桜が咲いたのも散ったのも気がつかない。いや、気づかない。そんなことないと思います。いや、でもそのくらい忙しいんだと思います。いやいやいや、うん、あ、じゃあお金があるか、落ちてるか、下に何か落ちてるかもしれないですね。やっぱりね、もうちょっとこう前からちょっと角度をつけてね、上を見ていくような人生にしたいですよね、ひとみちゃんね。そうですよね、はい、もうなってらっしゃいますよね。いやいやいや、もうね、チサリンのようになりたいですよね。いやいやいや、社長は美人に弱いんですよ。弱いですよ。いや、でもだからもう、なのであの、今日はね、眠れなかったそうで、チサリンに会うのでね。なんでバラすの。はい、いやいやいや、まあ、みんなそうだと思いますけどね、今日もお客さんたくさん、普段はね2万人ぐらいしか来ないんですけど、今日4万人。そうですね、小さい日が来るというとね、結構あね、来てくださいました。いやいや、ね、ファンの方たくさんいらっしゃって、いつももうひとみさんを見に皆さんいらっしゃってる方、いやこちらの方普段見かけないですからね。、はい、今日はしか来ないんだと思います。、はい、そんなことそんなことない。じゃあ、他にもじゃあ、メッセージが届いてますね。たくさん届いておりましてですね、はい、じゃあこちらからですね、はい、しげっちさんから。しげっちさん、はい、19時からの番組流星ラジオ、メッセージを送りますのでよろしくお願いいたします。長尾社長、江中ひとみさん、そしてゲストの森高った千里さん、こんばんは。こんばんは。以前森高った千里さんとロンリーチャップリンを一緒にデュオを しました。はい。はい。あの、どんな感じだったんですか。いや、どんな感じだったんですか。さあ、千里さん、当然覚えてらっしゃいますよね。もちろんです、もちろんです。しげっちさんですよね。しげっちさん。いや、もう、しげっちさんもこう、ムーディーで。で、はい、もう今、最近、すごいライブで歌われてるじゃないですか。ね。もはや歌手ですよね。もはやもう、シンガーですよね、うん。で、声カフェも出てらっしゃいますし。はい、で堀越高校出てる、ね、そうですね、はい、なのであのとても気持ちよく、そして リードしていただいて、でまたちょっとデュエットさせていただく機会なんかも作っていただきたいなと思ってます。うん、よかったですね。また歌いますよ、ね、ロンリーチャップリンが。もうしげっさん、しげっさんもねダンディーですからね、優しいですし、なんかすごい素敵な格好を着て、お帽子かぶって、そうですね、しげるさん、しげっちさんはもう本当決めてらっしゃいますよね。そうですよね、蝶ネクタイ締めて、そうそうそう、はあ、もうぴったしでしたね。すごい良かったですね。良かった良かった、はい、そうなんです。綺麗なんだね、社交ダンスとか ね、いいですよね。そうですね、はい、じゃあここでちょっとひとみちゃんの、はい、新曲のワルツの歌をね、素晴らしい、そうですね、おかけしたいと思いますけど、まだ PV ができてないの できてないので、ワンコーラスだけ音源を流しながら、はい、じゃあ聴いてください、はい、
ワルツを踊るね。まだ準備ができてないですけどね。大丈夫。はい。じゃあお願いします。どうぞ。キサリンでワルツ踊りたいですよね。そうですね。皆さんに願ってることだと思います。ね、でもシッポダンスやりたいですよね。シャルビーダンス似合いそうですね。シャルビーダンス似合いそうですね。シャルビーダンス。いやどうでしょうかね。自分の足と相手の足を踏んづけてなんかね怒られそうですけど。二人は棒踊りですかね。土壌すくいとかね。ねそっちの方ですか。何やってるの。うちさりは上手そう。いやいや、ね、いや、ひとみさんももうリズム感欲しいじゃないですか。ね。さりさんはでもなんかそういう踊りとかいろいろ習われたりされてるんですか。いや全然してないです。なので天性のリズム感。私なんかねレッスンとか受けてるんだと思いました。もう全然です、本当にもう受けたいんですけど。天才なんだね。天才なんですね。天才生まれ持ったね素質。子供の時からじゃあこう人前で踊ったり歌ったりするのがお好きだったんですね。あそうですね、子供の頃は本当にアイドルになりたいって思ってた時期がありまして。ありましたね。叶った。なので、もうこう我慢して生きてきた人生もあったので、人生1回なので、自分のやりたいこと全部やろうと思って、それで森高千里もやらせていただいてる感じです。すごい良かったですね。夢が叶ってね。じゃあなんかこう後悔しないように生きようと思ったなんか、出来事というかあったんですか。そうですね、本当にちょっと会社員時代はですね、結構こう自分を抑圧しすぎて我慢して生きてきたので、なのでちょっとこう病気になってしまって、分かるような気がします。でなんかこう自分も全く表現して生きてこなかったので、結構こう人の顔色とか見て生きてきて、なんかでもそれだとそれできっとね病気になっちゃったんだなと思って。で会社員だったんですね。シサリンのような方が会社にいたら仕事にならないですよね。いやいやそんなことないですよ。みんなぼーっとしてますもんね。そうですそんなことないです。もうなんかね怒られちゃいますよ上司に。お前何やってんだよ、ね、何よだれ垂らしてんだとか。そんなことないです。はい。あでもすごく父さんの気持ちは分かる気がします。そうですよね。私もやっぱり会社員だったの。会社員だったんですよ。建設会社。そうなんですね。なのですごく気持ち分かります。はい、でなんかもうひとみんさんは本当にこう人の気持ちを分かって本当に優しい方なので、きっとご自分でもこういろんな経験をされて、なんかいっぱい経験された方って人に優しかったりするじゃないですか。でなんか人の気持ちもわかるし、だから私はひとみんさん大好きですし。よかったですね。大好きです。もうラブラブなんですね。二人の愛がね。ごめんなさい、ごめんなさいね社長。いやいいんですよ。ね憧れて。もうずっとねなんかこう。木の影もう本当にあれですよ。もうだから、はい、ひとみさん大好きなので。飛んだ。あ、ツイッターに。はい、すごいですよ。続々とメッセージが来てますけどもね。
ではじゃあ、はい、いくつかご紹介したいと思いますけど、こちらはやどんさん、はい、本家森高さんをカバーされるきっかけ、はい、リスペクトされているところをぜひ教えてくださいということなんですけど、はい、はい、きっかけはですね、ですね、デビューが去年の1月なんですけれども、はい、その前の年の、ハロウィンのちょっと前ぐらいに、うん、電撃ネットワークさん のランディさんのお店に、歌舞伎町にあるリダっていうお店なんですけれども、はい、そこに遊びに行かせていただいた時に、ちょっとランディさんとお話しした時に、森高千里さんで行けるねみたいな話をいただいて、で、ハロウィン前だったので、まあ、ちょっと衣装を用意して、ハロウィンこれで行きますみたいなお話から始まったんですけれども、はい、その時はじゃあそれほど森高さんというイメージもなかったんですか？ですね、うん、そうですね、結構前から、森高さんは好きなんですよ。歌とかも歌わせて、はい、カラオケですけどね、うん、歌わせていただいて、でそこでちょっと声質が似てるって言われたことがあって、でモノマネじゃないんですけど、ちょっとその会社の飲み会とかで、普通に歌ったらまあ似てるねみたいに、君はこれでいけるよみたいに、ランディさんのとこでは歌ってないんですけど、うんうん、そういうのがあって、でランディさんから言われて、で自分が、もうこれからはこう表現して生きていこうって決めた時だったので、うんうん、で始めたのがきっかけです。ランディさんは見る目がありますね。ちょっと遅れてごめんなさい。優しい、はい、優しいです、すごく素晴らしい。はい、他にもね来ております。火星人さん、火星人素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。ひとみんちさりん、二大美女共演何でも期待しております。いや優しい、優しい、もう本当火星人さんは優しいです。これだけの美女はなかなか揃わないですよねいやもう、いやそしてよく世界四大美脚とかの人って言われてますけれどもね、お二人とも美脚なんですよね。ひとみさんはそうですね。ディサリンは細いしね、スタイルいいですよね。うれやましい。今日ね足を中心に写してくださいとディレクターに言ったんですけれども、どうもねこの放送局はなんかいろんな決まりがあって足を写さないらしいんですよで足を見たいという方はね、いろいろライブとか、ね、そういうイベントに行ってほしいんですけれども、うん、近々ね、はい、イベントがいろいろありますね、はい、じゃあ順番にご紹介してまいりましょう、はい、今週のまずは土曜日、はい、4月9日になりますが、はい、こちらは秋葉原でこんなイベントがあります。ロックンロールオムレツ、はい、こちらです。素晴らしい、すごいボリューミーですね。はい、ボリューミーです。これは今、若者に大人気の、はい、秋葉原スープカレー、はい、カムイ、カムイさん、はい、もう文豪とかね芸能界の人がいっぱい訪れる店なんですけども、はい、ね、有名店ですね、名店ですね、はい、12時開催ですね、はい、そうです。こちらでチサリンさんが考案したスープカレー、はい、そうです。今写真に出ておりますけど、はい、具沢山、何が入ってますかこれ。はい、これはロックンオムレツ千里カレー、はい、で、オムレツを乗せております。オムレツ、はい、もうめちゃめちゃ美味しいです。まあね、神さんのスープカレーはもう美味しいですけれども、プラスオムレツが乗ってることによって、これはもう必ず食べていただきたいですね。そうですね、はい、美味しそうですね。美味しそうですね、はい、はい、こちらは完全予約制なんですね。そうなんです、完全予約制なんです。今からの方は無理ですか？はい、ですね、あと、あと1名入れる、はい、これはすごい倍率になりそうですね。DM ください。ちさりんさんのツイッターの DM で行きたいですというふうにね、はい、うん、一人ね、貴重ですね。貴重ですね。誰が来るんでしょうね。もう喧嘩し合いながらねなんかゼレンスキーさんとかね、来そうな感じがしますけどね。ウクライナのですか？プーチンさんとかね。いや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 。
もうなんかいろいろね、はい、戦争とかやってる場合じゃないですよ、そうですね、今ね。あと、あ、今のお話で、うん、その森高千里ラブグループさんってすごい大きいグループなんですけれども、うん、はい、あの先ほど申し上げたように本当に紳士的な方が多くて、はい、まあ、女性もいらっしゃるんですけれど、うん、で本当にこう皆さん気遣いをすごくしてくださって、あの例えばこうこれお土産ですって言って、うん、みんなでこうやってるんですよ、うん、で、まあ、森高千里さんへの愛っていうのもすごくありまして、でそれをなんかこう間近で見てましたら、はい、これ本気で思ったんですけれど、うん、世界がですねこの森高千里ラブグループのようなメンバーさんのような形で、振る舞っていたら、うん、世界平和につながるなって思ったんです。でちょうどその時あの、ね、ウクライナのねこの侵攻の話があった時だったので、なんかこういう風になっていけばいいなってすごく思って、うん、でこの前も4月3日もやっぱりあのそういう気持ちになりました。そのくらいあったかい方たちです。その何が何でもプーチン大統領呼びたいですね、カムイにね。そうですね、そうですね、2人でね、もうなんか、はい、画期的な、 なんか握手をしてね、なんか戦争やめようとかね、そうですね、世界平和がいいですね、世界平和がいいですね、はい、はい、うん、じゃあまだねちょっとイベントの途中なんですが、うん、世界平和の話が出ましたので、うんうん、ひとみちゃんも世界平和を願う歌を歌っております、うん、はい、福島茂人さんという、ね、かつてロシアの大学にも留学されていて、はい、まあ、今回のね戦争のことに心を痛めている、福島茂さんと世界ひとみちゃんのデュエット、はい、リボンズが歌っております。はい、これもまだ PV ができておりませんので一番だけ、音源を流したいと思います。はい、地球儀を回して聞いてください。どうぞ。油断してるとダメですよね。そうですね、はい、ぼーっとして見つめてたのがねバレちゃいましたけどもね、はい、平和を願って地球儀を回して、ね、こちらも各種音楽サイトから好評配信中でございます。皆さん聞いてください。はい、さあそして今度は4月の16日、はい、ひとみちゃんと一緒にライブをやります。はい、大好きなちさりんと、はい、私も大好きなひとみさんと、はい、ひとみハッピーライブ盛りたかった千里お誕生日おめでとう会ということで、お誕生日なんですね。はい、リアルなお誕生日が16日になるんですか。リアルは18で18、はい、でちなみにイブイブで、そうです、で盛りたかった千里さんは4月11日です。あ、誕生日が近いっていうことも何かこう性格とかもね近いのかもしれないですね。千里さんは大型で、お羊座の大型なんですけれど、はい、私も、はい、お羊座の大型です。すごい運命だすごいね。じゃあほぼ同じ性格なんですね。うん、そうですね、血液型占いでも星座占いでも一緒ということですね。うわー、すごいことですね。嬉しいですね。はい、とは違うわけですか。とは違いますね。とは違うですね。その辺はね、とは違いますね。生命になっていこう今日ということなんですけど、はい、多分16ぐらいかなと思います。そうです、そうです。来年17歳って言ったらちょうど似合うんですけど、ね、多分この日に17歳いや、この日は多分18歳になります、ね、18歳これが行われるのが、はい、東中野です。東中野です。セットイース、セットイース、はい、皆さん
感じに組み合わせて。そうですね。はい、もう本当ひとみんさんと一緒にやらせていただくので。組み合わせていい言葉。いい言葉ですね。素晴らしいですね。これはどういう意味かというと、もうどんな用があってもそれは後回しにしてくださいということ、ね。そういうことです。そうですね。もう広い会場ですから、いっぱい入れますからね。そうですね。綺麗な会場ですもんね。そうですね。いろんなね、イベントというかコンテンツが盛りだくさんでございます。はい、お誕生日ですからね、当然ケーキなんかもガンガン出るんじゃないかと思いますし、お花ドンペリとかシャンパン、ね、そうですね、はい、はい、ね、あ、じゃあ気分爽快になりますね。気分爽快、うん、そしてなんとひとみちゃんとちさとさん、ちさりんの、はい、デュエット、あ、そうなんです、あります、はいはい、昭和歌謡を、どんな歌を歌うのか、これはねすごいですよね、推測できないと思いますよ。そうですね、楽しみですね、はい、楽しみです、とても楽しみです。何曲か歌うんですけど、そのうちのいくつかは初めてだっておっしゃってましたね。そうなんです、うん、なのでこれ一方的にひとみちゃんが決めたんですか。ごめんなさい、どうでしょうってね。でもいいと思います。そうですね、はい、素晴らしいと思います。素晴らしい選曲ですよね、素晴らしい、してください。その他には何か、ご案内とかありますか。ですね、こちらにツイッターですね、はい、森高千里の、はい、ツイッターをもしまだフォローされてない方はですね、ぜひ、はい、フォローしていただいて、ツイッターメインでやらせていただいております。今ツイッターが、ね、はい、出ております。そうですね、で今日 のひとみんさんとも宣伝してくれました、はい、ありがとうございます。あ、であそこにお誕生日18、はい、赤い T シャツの写ってるじゃないですか、はいはい、あれがこの前その4月3日に、はい、名古屋の千里さんのコンサートに行ったと、あ、これですね、これT シャツをメンバーの方からいただいてですね、千里さんの誕生日の、はいはいはい、でこれをこの T シャツをコンサートを見ながらこうアピールをしてきたという。すごい。今本家の千里さんはこう全国をツアーで回ってるわけですね。はい、この町ツアーです、はい、で先日は名古屋ということで、名古屋、はい、じゃあまた大阪行ったりとか福岡行ったりとか、そうなんです、するわけですよね。今度4月16が、うん、ちょっと残念なんですけど、はい、ライブがか千里さんも4月16日京都公演がある。京都なんですか、はい、そうなんです。あ、じゃあまだまだ、じゃあ何回か行かれるご予定があるんですか。ね、この後は、はい、ちょっと遠いんですよ、西の方なんで、なので、多分この町ツアーは、4月3日で私は行けなくなっちゃうかなと思ってます。でもなんか話をこの前聞いた時に、うん、またこの町ツアーが終わった後また新しいツアーが始まるような話を聞いたので、そっちは参戦させていただきたいと思います。そのうちね、私より目立つから来ないでなんなことないんですよ、もう何もしなくてそんなわけないですね。そうだよね、まあ、ね、みんなね、ちさりに行っちゃってね、気持ちがよくわかりますよね。あれみたいなね、おかしいな、おかしいなっていうのがね、きっとそういう思いがあるかもしれないですけどね。16日にね、こっちにいっぱいいやいや、今日でみんなね、行かないと東中野に行かないと、はい、なのでね、京都に参戦されない方、ぜひぜひ来てください、はい、ぜひぜひ、ひとみさん、うん、一緒に、ありがとうございます、はい、お願いします。で、お笑い芸人のね、スパイスガール Z さんのゲストでね、はい、はい、今テレビとかで、ね、大人気のスパイスガール Z、 はい、はい、あとね、まだメッセージ来てますか、ね、ま、メッセージ来てますね。もうね、楽しいんでね、時間がすぐ経っちゃうんですけども。そうですよね、はい、じゃあちょっと読ませていただきます、うん、バレンティンさん、バレンティンさん、はい、はい、ひとみさん、南雲さん、いつも楽しい番組ありがとうございます。本日のゲスト、森高った千里さんということで、とっても楽しみですよ。千里さんは、質問なのですが、はい、日本三大美役と言われており、ね、あれ三大美役、そして日本になってる。千里さんのね、千里さんのね、関係者がね、ちょっと見て怒ってましたけどね、日本三大美役じゃねえ。世界四大美脚だ。失礼します。ここで訂正させていただきます。世界四大美脚、ね、のチザリンさん、美脚を維持されている秘訣は何でしょうか。教えてくださいっていう。皆さんね、これは興味津々だと思います。ね、本当に細くて綺麗なラインでね、羨ましいです。いや、これほど綺麗な人いないですよね。もう素晴らしいですよ。いつも一緒にいるじゃないですか。足が長い。まあ、ひとみんの足も綺麗なんですけど、ちさりんの足はまた全然違いますね。ノーブルっていうんですかね、品がありますね。そう
ですよね、うん、高貴な足ですね。そうそう、綺麗ね。長いしね。長いですよ。うん、そうなんです。はい、この辺までありますかね。はい、ありがとうございます。笑いを入れていただきまして、はい、ストレッチとか。そうですね。すごい。時間があるときは運動をしてます。運動ですね。はい、運動です。わ、はい、かりましたか。皆さん運動してください。やっぱり運動しないとダメなんですね。はい、残り時間が少なくなってきて、でもね、この番組のいいところは生放送なんですけれども、ディレクターさんがね、美人なゲストだと放送時間を伸ばしてくれる。 ありがとうございます。今日はどうかな。なんか悩んだりしますけど。でもね、いろいろまとめに行かなきゃいけないんですけど、まあ、これからね、はい、どのような、活動というか目指していくビジョンみたいなのがあったら教えていただきたいんですけど。はい、まあ、呼んでいただいたライブにですね、うん、全力で、来ていただいたお客様が少しでも本当に笑顔になっていただいたりとか、ちょっとでも元気になって、なるこうきっかけになればいいなと思って、読んでいただいたライブには全力で一つ一つのステージを大切にやらせていただきたいと思っております。素晴らしい。素晴らしいです。ぜひぜひ皆さん足をお運びください。ぜひぜひ、美脚を生で見てください。そうですね、今日は残念ながら上半身でございましたけどね。下半身は、4月9日秋葉原、16日東中野でお待ちしております。お待ちしております。じゃあここでひとみちゃんのね、はい、まだ曲を参りたいと思います。ひとみちゃんはいろんなユニットやってますけども、ね、はい、ね、これはカンパーニュ楓さんと組んでおります。ミリオンキス、はい、新しいアルバム、ミニアルバムが出ました、はい、出ました。はい、この中から1曲じゃお届けしたいと思います。はい、はい、黄色いスクーターに乗ってどうぞ。ひとみです。かえりです。2人合わせてミリオンキッスです。花言葉は飾らない心をビクトリー。Thank you.
さんを迎えして楽しくお届けしておりますけれども、はい、残り時間少なくなってまいりましたので、はい、やることやっておきましょう。そうですね、はい、はい、本日の視聴者の皆様へのプレゼントの本でございます。はい、こちら、はい、はい、柳田美幸先生の楽しい女子サッカーです。はい、サッカーとかおやりになりますか、千里さん？いや、私は全然しないです。でも足長いですからね。全部なんかね、ヘディングしないでもなんか上空の球に当たりそうですけど、はい、女子サッカーの魅力満載でいろんなね、あのテクニックなんかも、DVD がついておりますので、楽しみな本になっております。こちらの本を今日は何名の方に？はい、300名の方に。300名いきますね。じゃあ宛先の画像がありました。はい、こちらでございます。はい、ね、東京都新宿区山吹町361、東京03-3268-2311まで、鳥越あずゆり FM プレゼント係までご応募ください。はい、お願いします。ひとみちゃんがね、あの曲がかかってる間いろいろ聞きたいことをなんかね整理してましたけど。そうですね、はい、何を一番聞きたいですか？やっぱり小さいこの美を保つお肌ケアを聞きたい。うん、はい、じゃあすいません、30秒でお願いします。はい、まあ、あのバランスよく食べて、はい、はい、あまりストレスを溜めないで、食べることで、うん、はい、よくあの食べて、はい、はい、そうですね、睡眠を取って。ちなみにチサリンさん、どんなものを食べてらっしゃいますか？あ、私は結構野菜。野菜、はい、お野菜食べてます。やっぱり野菜なんですね。ロックンロールオムレツに野菜いっぱい入ってましたもんね。ブロッコリー、ベジタブルが入ってますね。はい、ナスにね、ね、人参とか入ってましたね。わかりました、ひとみちゃん。バランスよく。バランスよくね、ベジタブルを食べましょう。ベジタブル。いらしてください。ひとみちゃん何好きですか、野菜？野菜側ですか、うん、ブロッコリー。ブロッコリー。皆さんブロッコリーを食べましょう。はい、今日もね、最後までご覧いただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあひとみちゃん、はい、恒例でございます。はい、御礼の気持ちを、はい、謎かけてお願いします。はい、今日ご覧になってくださったリスナーの皆さん、はい、そして会場にお越しくださいましたお客様、はい、とかけまし て, かけましてお腹の大きくなった女子社員さんとつきます。お腹の大きくなった女子社員、はい、はい、その心は、はい、サンキュー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 。